アリエキスプレスっていうな、中国のさ、中国のその業者からさ、こう物を買うサイトってあるね。まあリンク貼っとくけど、でな、そこでさ、まあいろんなもん売ってるんやけど、こういうな、もうなんていうの、いかがわしいゲーム機いっぱいあんねん、これ。もうこれガチ中国の業者が載せてるから、もうそんなさ、日本のアマゾンとかでもさ、いかがわしいゲーム容器あるけど、もうガチ本場だから、本場から現地直送で来るから、これまあ個人で買えんねん、別にな、まあカード決済やから、まあプリペイドカードとかそんなんでもいけるからさ、まあ別に必ずしもクレジットカードいらんないけど、ほら見てみ、これこんなんもいかがわしいの。日本のアマゾンとかでこれ見るやろ、これこいつら、このネオジオミニのパチモンみたいなやつ、これ見るやろ。でもあれさ、いくら9900なんぼとかやろ。これほら見て、これジャパン送料無料でさ、これ送料無料配送だろ、で7625円だから、まあなんぼ2000円ぐらい安いんちゃうかな。まあそれ安いけど、すぐ来えへんから。でなんか日本のアマゾンみたいに、なんかそのさ、なんか返品とか返金とか、そんなん、このアリエキスプレスめちゃくちゃめんどくさいから、そんなん返品するって、じゃあお前中国に送んのかって話やん。それこれアリエキスプレスって、その中国の業者がたくさん入ってるさ、その何ショッピングモールみたいなもんやから、アリエキスプレスが直接売ってるわけじゃないね。アマゾンとかでもあるやん、なんかアマゾンが直接売ってるやつちゃうやつ、これだからそういうやつやから、だからまあおすすめはできへんで。2000円安いけど、じゃあ物けえへんかったりとかさ、壊れてたらどうすんのっていう話や。な、日本のアマゾンやったらさ、日本のアマゾンがお前面倒な尻拭いてくれるかもしれんけど、ここはちょっとわからんからな。だからあんまり高いもん買うたらあかんわな。もう安いやつな、もうそのボタンだけとか、なんかそんなんな、これ。こんなんあんねん、ネオジオミニのパチモン。これだ、日本のアマゾンにもあるやん、これ。よう見るやろ。それよりも安いねん、これ。赤とか青とか、7625円やもんな、これ。で、まあ、配送13から20日とか書いてるけど、まあ、1ヶ月ぐらいは見とかなあかんで。中国から送ってきよるから。で、なんか、シンガポール経由とかな。もう、要は、高いな、配送方法にしたら、すぐ来るけど、送料めちゃかかんねん、5000円とか。な、じゃあ、送料無料にしたら、もう、遅い、なんか、船便で来るから、シンガポール経由でどやこやとか、もう忘れてんねん、物来た頃には。これ、なんですかと。な、郵便局のおっちゃんが持ってくんねんけど、まあ、最終的には郵便局で来んねんけどな、これ、送料無料にしたら。ああ、せやせや、これこう取ったんや、みたいな。そんな、遅れてきよんね。これ。ほら、3000ゲームとか。これ日本のアマゾンで売ってるのと一緒やから。な、結局日本のアマゾンで売ってんのも、こういうところのやつを仕入れて売ってるだけやから。だからこれであれやろ ?7625 円や。な、日本のアマゾンでお前9900円とかしたらさ、だからもうお前2300円ぐらい間抜けるやん。だそういう商売やねんけど。な、別にその業者が直接作ってるわけじゃないから。他にもさ、なんかいっぱいあんのよ、いかがわしいやつ。なんかこうゲームボーイ的なさ、ほら、
これもほら送料無料ちゃう、送料無料でさ、ほら2064円やで、これ2064円、こんなお前プレステ4のゲームより安いやん。これ内蔵168ゲーム、これ絶対しょうもないと思うわ。これ白か、白、ほらゲームボーイ的な、これはこれ透明か、これはこれ、これ透明やな。金色かこれ、シナジン大好き黄色、これ2064円やもん。絶対しょうもないってこれクソゲーしか入ってないんちゃうそれ。なんか1面で1ゲームとか、ほら800in1やで、これこれ映像関係ないやん、何なのこれ、おかしいだろこれ。3インチモニター、これ全然関係ない、これ大画面に出せるっていうことやけど、あのこういうゲーム機な、なんでか知らんけどさ、この出力が画面出せるんやけど、あのコンポジットやね、昔のスーファミとかのあれやから、黄色いやつあるやん、ビデオケーブルっていうやつ、あれやね。で今さ、そんなんで出力してもさ、コンポジット入力のモニターって持ってないやん、ないやろ。 HDMI やったらあるけど、いや逆にお前それハードル高いわそれ。これこれ、でこれ A も全然関係ないから、こんなもんゲームボーイ的な、な電池入んのか、これ全部はめ込み合成だし、これ CG だから、こんなお前綺麗なグルを持った大間違いやで。3型3インチ TFT 画面やろ、にテレビアウトだ、これコンポジットだから汚いやつな。に電源リセットに、これ十字キーに、ボリュームが横にあんのかに、セレクトスタートに、電池がこれやな、 BL5C やわ、あの海外のノキアの携帯電話に使われてたやつをさ、もう今いろんなとこに使い回してんねんけど、ほらアクセサリー USB ケーブル、これもマイクロじゃないんかな、どうなんやろ、ミニかな。で俺 AV ケーブル、これ赤とさ白やけど、これおかしいねん、これ黄色と白であるべきやけどな、これ使い回しやろ。でリチウム充電池に説明書、3型 TFT やろ、で解像度が 320×240、 8ビットファミコンゲーム168ゲーム入ってんねんて、ビルトインやから。でバッテリーで6時間できる、メモリー 128MB、 これ何のメモリーやろな、ストレージか。でテレビコネクションって書いてあるけど、コンポジットやから昔のな、これ高橋名人かな、もう完全にハゲとるやろこれ。今こんな凍ってるやついろいろおるけど、こういかがわしいのめっちゃあるから、こんな好きな人おるやろ、いかがわしいやつ。これ2000なんぼやもん、これこれな、自己責任でやってや。これ7000、さっきのやつやな。他は、あこれもあんねん、これもな、156ゲームメガレトロミニ、まあこれ機械翻訳だからもともと英語やねん、これなんか変な日本語になってるけど、ほらこれスト2ちゃう、これスーパースト2っぽいよな。156ゲームズ4セガメガドライブって書いてるよ、これメガドライブ版のスーパーかな、え知らんけど。でこれは送料かかんねん、548円、でも2222円やで、これ合計したらこれやろ、2222+548でこれや、安いわな。まあいかがわしいから、これでもちっちゃいな、ネオジオミニの何メガドラ版みたいな、もう先行ってるよねこれ。この電池やろ、ここ BL5C ちゃう、これこれ、あこれほらこの出力もこれやね、黄色やね、コンポジット、さっきのやつ赤やけどさ、あれも本来は黄色のはずやね。で USB で充電してやるんちゃう、もうこんないっぱいあるから安って。これビデオあるな、これビデオ3分
じゃ見るか。これ宣伝のやつやからさ、なんかちゃちいな。電池、これ電池や。電池。なんか、めっちゃいかがわしいで、これ。スト2入ってんちゃうこれ。あ、スーパーストリートファイターちゃうの？ちょっと見えへんかったけど。150なんとかインチか？ネオジオミニっぽいね。あ、セガやん、これ。カプコ、何のゲームこれ。ボリュームもあるんちゃう？あ、スト2やん。スト2。え、セガのスーパーかな？それちゃうか？いや、はよやってや。はよやって。あ、ほう、スーパーやん、これ。ほら、ボタンがさ、ネオジオミニと違って、これ。ほら、パンチ、キック、3つあるから。これ、いいんちゃう？これ。なんか、動きがおかしい気するけど。まあ、ええや。これな。156種類ゲーム用メガ。これ。ほら、ちっちゃいやつさ。HDMI 出力じゃないから、それ注意な。このコンポジットのテレビとかないやろ、今。まあさ、コンバーターつけたら HDMI にできるけど、めっちゃ汚いはずやで。中国やったらまだこっちが主流なんかな、コンポジット。このいかがわしさ、これ。あ、ここオンオフやて。電源後ろや、後ろで USB チャージに、これテレビ出力、これ電池な。 BL5C っぽいけどね、どうなんやろ。なんで電池がお前こんな金ピカやねん。わけ分かれへんわ。8方向ジョイスティックにさ、ボリュームここにあんの？これなんだこれ。まあ、一応パンチキック3つあるんじゃね、これ。怪しいよな、これ勝手にこしらえてんねんで、これ。ネオジオミニのこれ、メガドラ版みたいな。色違いもあるんや。こいつ途中やろ、ほら。スーパーストリートファイター2や。ファイター、あ、もう、長いから切られてるわ。これ、スーパーストリートファイト2になってるわ、これ。X-Men とかさ、ソニック3D とか、怪しいや。めちゃくちゃ怪しいな。これ、パチモンやで、青ソニックもあるやん、これ。ダブルドラゴン。これなんかシューティングゲームっぽいな、これ。サンダーフォースやん。3。終わり？あ、ゲーム一応全部あるんや。興味ある人また見たらいいわ、これ。ただタイトルが海外版になってるから、なんかわけわからんのもあるけど。エル・ビエントってなんだよ、これ。俺、ポルトガル語わかるはずやねんけどな。これ全部あるんちゃう？ 150 なので行くつもりか？あ、全部あるわ、これ。インスペクター X とかなんやろ、これ。アレックス起動なんとかとか。あ、これゲームのスナップショットもあるわ。なんか変に細かいな、これ。ソニックとか。こんなんとかさ、これめっちゃあんねんで、これ。これさっきのやつやろ？これゲームボーイや。でもまだ他にもあるしさ。値段が、要はこれ、売ってる店がいっぱいあるから、同じものでも値段ちゃうね。で、これもあるやん。なんかこの、何？海外のファミコンのパチモン的なやつ？これ。
これ、まあ、ブラックフライデーも終わってると思うけど、これ本体だけやったらどれ、 AV のボックス1857円で送料無料やて。これほら、これ海外のパチモン、 MES のパチモンみたいな。これ HDMI で出せんのかな、これいけんのかな、これ。あ、これプラグがな、これ日本の場合これ US プラグにせんとあかんけど、まあでもこれあれか、 USB で電源取るんやったら何でもええわな。あかんのか知らんけど、こんなお前1800円で送料無料やで。これ何入ってんのこれ。これ上広告やから、あんま書いてないな。これちょっとあんまり書いてないわ。他もさ、これさっき見たろ。この、何これ。もう訳が分かれへんわ。送料かかるよ。455円やけど、1810歳から2268円。見てこれ、この、もうどうやったらこんなデザインできるか、もう俺分かれへんわ。無理、もう俺、こんなゲームデザインしてて、もうこんな俺、もうやりようがない、もう思いつかへんわ。もうこんなコテコテ、何かすら分かれへん、これ。デザインですらないから。もう分かれへん、見てこれ。これコントローラー2個あるやん。あ、取れるやん。ほら。これがお前品の力だから、これ。中国4000年の歴史、ファーウェイ ZTE 禁止レベルだから。見て、これ、コントローラー、これ並んでるけど、な、これ2人でプレイできるけど、こんな近すぎるやん。な、じゃあ取れます、みたいな。これ。ガチガチやな、これ。釈放違う、これ。ほら、なんか SD カード刺さんねんて、これ。自分でゲーム増やせんのかな、これ。あ、電池やん。3本の電池で動くっぽいよ、これ。で、これ箱に入ってて。こんなお前2200円やで。これ何入ってんのって書いてんの、これ。ミニのゲームはプラスチックで発光、光んのかな。2.8 インチカラフルな液晶って。だ、液晶って安いね。めちゃくちゃ安いね。本当に安い。内蔵183ゲームと TF カードってあのマイクロ SD カードのことだから、あの向こうやと TF カードって言うね。ダブルバンドルとダブルバトル、コントローラー2台ってことかな、これ。単、これ何、単にちゃうわ、単3じゃ、単4、3本じゃない、含めないから付属してない。このデザイン、もう訳分かれへんわ。こんないかがわしくね、これ。外人や。完全にこれ外人デザインやで、これ。えぐいわ。これ、お前ら欲しいか、こんな。なあ。アマゾン、日本のアマゾンで見てる場合ちゃうで。こっちの方がお前、本場直送だから。これガチだから、これ単4やろな、多分な。なんか細いもんな、183インチ。なんかゲーム書いてるわ、ここに。何これ、なんか分かれへんけど、トト NES ってなんやねん、これ。テトリス NES、 ファミコンやな。ファミコンとかこんなんとかさ、これ見たやろ。で、これネオジオミニのパクリや。もう安いやろ、日本のアマゾンより。リンク貼っとくか、お前見てみ、これ。別に買えとは言わへんけど。あ、これまた出てきた、いかがわしいやつでさ。こんなん見てたら、なんかネオジオミニ、あ、これなんか出てきたで、これ。これいくか、3000ゲームやて。 RS97 3000ゲーム。これ何に似てる、これ。こんなゲーム機ないな。PSP とまだちゃうしな。これ。ファイナルファイトとか入ってんのかな。あ、これもビデオ出力。なんで赤と黄色だよ。おかしいだろ、これ。ほら、多くのゲーム。だから、それでは楽しいやん、これ。こんな入ってんのか、これ。半透明。あ、これも電池 BL5C やな。
十字キーと ABXY、 これスピーカーちゃうかこれ、 USB ポート、これ AV アウトやろ、これ出力 R、 あ LR もあるわこれ LR で、ここに TF カードにヘッドホン端子リセットとかやって、なんか動画再生とかもなんかできるっぽい、ほら MP4 とか書いてるもんな、音楽もいけんちゃう MP3 とか PSP に近いんかな、あここにカードを挿すんや、あーカセットみたいやけどここにカードを挿すんやな、これボリュームもあるしさ、めっちゃ怪しい、レトロゲームって黒半透明とかさ、 DDR2 これメートルってあるけど128メガやわ多分、これが16ギガ。あ、これラムやな。ね、ロムか。そういうことか。これもいかがわしいやろ。これはこれちょっと、これ見るか、これちょっとデザインちゃうけど。これ PSP に近くね、なんとなくこれ。ほら。この何スティック的なやつあるやん。これ。ちょっと位置がちゃうけど。これちょっと高いな。5797円。7インチ。これゲーム入ってんのかな、これ何入ってんのか、あ、なんかごちゃごちゃしてるわ。何これ、なんかほら、鉄拳みたいなのあるよ。ほんま、スーパーストリートファイターとかほんま入ってんのか、これ。怪しくねえ、これ。あ、これほら、PSP っていうか、ビータっぽいな。もう映画もわけわかれへんわ。CPU チップ&ファームウェア、パワフルファンクションズ&ゲームパフォーマンスやって。スペックが上がったのかな、これ。まあ、PS ミニよりは上かもしれんで、これ。パチモンやけど。なあ、他も見るか、これ。これほら、こんなん、見て。これスーファミミニちゃうの。これ。HDMI、これ何ノーボックス。ほら、送料無料で今度は3400円やで。あ、安いやつこれ2400とかあるわ。AV ノーボックスでほら、2486円。パチモンこれ。スーパー HDMI ミニやってこれ。スーパーファミコンミニじゃないんや。スーパー HDMI ミニや。これどう見てもお前デザイン、これお前スーパーファミコンやろこれ。どう見てもスーパーファミコンパクってると思うぞこれ。ほら、なんかちょっとこれ、ここのさ、なんか D サブ15ピン的なんかいかがわしいけど。ほら、コントローラーもこれスーファミやんこれ。ゲームパッド2台。HDMI 出せるんや。DC パワーインプットがさ、これ HDMI じゃないわ。これ USB やろ？これマイクロ USB じゃね？これ。なあ。こんなの見て、2486円でお前送料無料だぞ、これ。HDMI でノーボックスやったらこれやな。3407円やって、これ。だからこれ AV 仕様と HDMI 出力があるのかな。中身、ゲーム本体よな。電源アダプター、コントローラー2個、ケーブル、これ何のケーブルや。HDMI ケーブルついてるっぽいけどね、これ。これちゃうの。まあこんなんちょっと、あれやで、いかがわしいで。プラグコンバーター、コンセントの先かな。小売パッケージの箱。パル &NTSC、621ゲームやって。適切なプラグって、これ日本の場合はこの米国な、あの EU とかイギリス、口がちゃうから。621ゲームサポート HDMI やって。ほら、これ何入ってんのこれ。あの、そこも書いてないんや。何入ってるか書いてないな、これ。まあ、600何も入ってんのかな。これまだちょっとちゃうよね。これ先のでちゃうやろ。なんかえらい安くね？送料72円って。送料72円って。
240ゲームが入ってたら1725円、何にも入ってへん、あれ選べなくなった、1725円なのかな。あ、スピーカー前にあるわ、アーケードステーション、怪しいな。前にスピーカーあるよね、前面。まあ別にええけど、前の方が。あ、電池3本や。AA だから炭酸3本やな、これ。こんなんさ、ネオジオミニ出てからやろな。もうすぐこしらえよんね、こんなあちゃらは。こんな。これなんか書いてる？これ。240ゲーム入ってんねんて、これ。F22 ってなんや、これ。クリスタルボールとか、なんかしょうもないゲームやろ、これ。ファミコンレベルか。これ何これ、マジックトニーとか、これ知らんで、これ。あ、でもボタン2個しかないわ、これ。これボタン2個しかねえか、ファミコンやろな。スーファミで2個はお前きついやろ。これファミコンやわ、多分。ほら、また出てきたで、これ。これこれ。ほら、海外のスーファミのスーパー NES で SEN って言うんや、SNES って言うんやけど、スーパーニンテンドーエンターテイメントシステムのパクリや。これ。海外のスーファミな、一口で言うたら。古典ファミコン用、スーパーファミコン用。これいくら？これ選択肢の意味が分かれへん。これ何やこれ。あ、なんかケース付きや。これいらん。こんなケースいらんやん、これ。これケースいらんやろ。どっかお前持っていくんかいな。箱付きで3500なの？本体だけやったら？あ、300円安いんや。これスーファミやで、海外の。こんな。俺アメリカに住んどったから、これ。な。ほら。これ何入ってんの、これ。もうなんかもう字潰れて読まれへん、これ。ビルトイン821クラシックゲームス、スーパーミニ SN02。うわぁ、怪しいなぁ、これ。なんかあれやな、ゲーセンのなんか、クレーンゲームかなんかにこう、ありそうな感じやな。これ。なぁ、ゲームリストあるけど見えへんわ。スーパーマリオブラザーズ3とか2とか。読めへんわ。字小そうて、これ。潰れてしもて。800何本入ってんねんね、これ。ページ1、ページ2やって、これ。だ1ページにこれ400ぐらいあるんちゃう、これ。え、なんか見えるやつあるか？わからんわ。もうどういう順番で並んでるかもわからへん。マリオはわかるけど。なんや、知らんわ、これ。他は？これスーファミやろ？これさっき見たよな。なんかこれ怪しい。どれ行く？これ行こうか。あ、これはもうガチャガチャレベルやな。218円で送料無料。もうテトリスとかのやつやろ、これ。ピコピコの。ボタン電池入ってるやつ。これようあるやん。これ。F1 ゲームとか入ってる。全然おもろないやつな、これ。こんな、あ、これちっちゃいやつや、これ。100円ショップにあってもいいレベルやな。これテトリスしかできへんの、これ。超小型。あ、なんか選ばれへんかった。超小型ミニテトリス。子供ゲーム。テトリスしかないんかな、これ。それっぽいね。LR1130 ボタン電池当て。電池2個？なんか2個っぽいな。電池2個っぽいけど。まあ、これはちょっとあれやわ。ちゃうわな。これもさ、ゲームボーイっぽくね。これ。クールベイビー。いや、もう、クールベイビーってなんだよ、これ。これマリオちゃう。これゲームボーイのパクリやろな、これ。8ビット。色が黒、白、赤、スカイブルー。メモリー 256MB。あ、これも AV アウトできるんだね。BL5C バッテリー。
あーゲームボーイやな。なんかちょっとちっちゃい気するけどな。で、色がこれ赤やろ。赤1476円で送料無料やて。青もそうやわ。黒ないわ。白も1476円。何入ってるとか書いてる動画あるけど、もうめんどくさいな。これちょっと上はちゃうね。広告やね。マリオは多分入っとんのやろな。リセットボタン A、B、連射もあんのかな。十字キーとか、あ、なんかゲームボーイっぽいね、後ろ見たらな。ちょっとちっちゃいな。薄いな。でもクールベイビーだから。これこんなマグロであんねんね、これ。でな、な、これもせやねん。これこれこれさ、なんかキーホルダーみたいに見えるやん、これ。青いやつ。キーホルダーみたいに見えるんやけど、これ自体がさ、コントローラーやねん。な。で、これやったらさ、ほら、ジョイスティックとこれボタンあるやろ？スタートボタンとか。で、ここにさ、AV アウトってあんねん。要は、ここにさ、このケーブル、これこれ、これ繋いで、これがゲーム機やね。だからこんなお前、めちゃくちゃちっちゃいよ。これ540円でお前送料無料やわ。これ。電池 A、単4一本か ?89 ゲームやって、これ。まあ、コントローラーちょっとめっちゃやりにくそうやけどな、これ。スティックみたいになってるけど。これ何入ってんのこれ、ゲーム。これ下の、これな、ほら。これがゲーム機だから、電源とかほら、リセット。これがテレビにつなぐやつな。コンポジットやから HDMI じゃないけど。あ、ライトもあるんや。意味わからんわ、これ。避難生活でお前これ役立つかもしれんで、これ。こんなお前500円やて。あ、単4一本やな。これ。こういうケーブルでもお前100均行ったらお前100円やろ。じゃ、本体いくらやねんな、これ。これな。まあ、ファミコンやろな、しょうもないやつ。他は？これ見た？これ見た？まあ、このあたり見たな。あ、これまた一緒のやつやな。あ、これいいんちゃう？これ。1885円で98円送料やからさ、2000円で買えるよ。これじゃあ、待って、これ。ファミリーポケット、ニンテンドークラシックミニ。いや、ちゃうから。こんなんちゃうから、お前。全然違うやん、これ、お前。クラシックミニって、これ。どこがやねん、これ。ファミコンのコントローラーに近いねんな、これ。多分、その、デザインをしてんねんな、これ。この金色のさ、この色。で、赤。ファミコンのコントローラーやな、これ。そこに液晶を埋め込んだみたいな。これ。ミニレトロ。ポーダブルハンドヘルドゲームプレイヤー。638ゲームやて。マジでそんな入ってんの？電池3本。もしくは BL5C かな、これ。多分、縦に入れんのと横に入れんのどっちかやろな。まあ、ここはよう工夫してるけど。ここなんかカセットみたいになるけど、なんやろこれ。怪しいわ。これとこれ何がちゃうのこれ。なんか違う？一緒じゃね？一緒じゃねこれ。なんか違うのかこれ。一緒じゃね？なんや、よく分かれへんこれ。これ何ゲーム入ってんの？書いてないこれ。中身、本体、ゲームカード、カセットみたいなのがあんねや。そこに800何個入ってんちゃうこれ。で、AV ケーブル、充電ケーブル、リチウム電池、BL5C やな。
説明書、まあ、こんな説明書さ英語か中国語しかないから。あ、なんかこれスーパーマリオちゃう？3かこれ。なあ、空飛んでいくやつやろ。何のゲームが入ってるか分かれへんねんけど、これ。なんか書いてないよね。これどうなってんのこれ分かれへんけど、こんなんも2000円やて。これネオジオのパチやろ。ネオジオのパチめっちゃあんねんで。他は。でさ、なんかこうやって見てたらな、あ、これもガチャガチャにあるようなやつやな。でさ、あ、これも見たな。あの、探しはもっと出てくるよ。こんなもんじゃないから。これもそうか。あ、これなんかパチモンのゲーム機。あ、これもなんかもう、ガチャガチャレベルやな。テトリスのやつちゃう、これ。テトリス好きな人はこれええかもしんないけど、これ。314円。これ。アレクセイ・パチノトフ怒ってきはるで、これ。まあ、勝手にお前許可なくお前出しようってって、これ。他は？あ、これさっきのやつやな。エキサイトバイクあるやん。あ、これ完全にこれガチャガチャやわ。テトリス携帯ゲームとかさ。で、これはまあ、これで終わってるんやけど、検索の仕方によってはもっといっぱい出てくんねん、これ。今、これなんやろ、ネオジオミニで検索したらこれ出てきたんかな。一番上まで行くわ。ネオジオミニ。ネオジオミニのさ、もっとこう、ちょっと違う。ネオジオだけでかけたらどうなる？これちょっとちゃうのが出てくんねんけど、なんかネオジオ X とかこんなんあるやねん、これ。これなんなの？パチモンかな？これなんかネオジオのこれ X のアーケードとか、偽物ちゃうかこれ。なあ、こんなコントローラーとか。これ完全に PSP ちゃうかこれ。これ。これお前 PSP っぽいなぁ、これ。ちょっとボタンちゃうけど、こっち。これなんか PSP、くたらき起こってくるで、これ。こんな。8GB。ゲーム入ってんのかな？ゲームボーイアドバンス、ファミコンとか。もうこんなんいっぱいあるから。これ3700円で送料無料。KOF ちゃう、これ。これ何これ？なんとか 2? EX2 とかあんのこれ。ほら、PSP やん、これ。もう、もろに。ゲーム一覧は？あ、なんかいろいろ書いてあるな。もうなんか読むのがめんどくさいわ、もうこれ。これな、KOF やんな、どう見てもこれ。キングオブファイターズ EX2 とかあるんや。メタルスラグファイナルファイト。これちゃうやろ。これあの人通ちゃうの？絵書き換えた？外人の絵描き換えたっちゃうの？こんなんとかお前これ。なあ、これ後ろこんなんなあ、PSP やん。カメラ付きやで、しかもこれ。カメラ付き。お前これ、くたらきのお前上行っとるやないか、これ。ほら、いっぱいあるやろ、これ。いかがらしいの。なあ。でさ、なんかネオジオミニのあのコントローラーの変換するやつがここにあんのよ。さっきあったんやけどな。なんか検索の仕方が弱い。ミニ、スティックとか入れたら出るか？あー、これ。ほら。これさ、これ日本のアマゾンになかった？これ。これ。あの、ネオジオミニ。プレステ3とか4のコントローラーをネオジオミニに使うやつやねんけど、日本のアマゾンにあったやん。なんとかサークルとか言うてるやつ。あれさ、こういうとこでも買えんねん。あれなんぼやった？ 6000 円ぐらいやろ。もう安なってんのか知んないけど。ほら。
コンバートしてくれるんやけど、たださ、あの日本で売ってるやつもそうやけど、全部のさスティック対応してないからちょっと問題やで。あれ対応調べてから買わんと、あ、これで俺ネオジオミニできるわと思って動かへんかったら、お前これ単なるゴミやからな、これね。動くスティックお前買ったらさ、お前結局タコついてるやん。こんなんもあんねん、これパチも。まあ、何が本物かどうか知らんだよそれ、ね、これな、これなんやろ、俺めっちゃ気になるんやけど、多分これも同じようなやつちゃう、これなんやろな、ネオジオミニで使えんのかこれ。スイッチ、PC、まあなんかいろんなゲーム機で使えんのかなこれ。なんや、分かれへんけど、これ何これ、ワイヤレスにすんのか、なんや知らんわ。こんなんいっぱいあんね、怪しいの。こんなんすぐこしらえるからな。これだからあれやって、ここにもあるやろこれ。まだこの値段やったら2本で買うた方がええかもしれないけど、これ一緒やろ、形状こんな形しとったもんな、あっちも。これこれ、こういう短いのがついてて、これをネオジオミニに刺すんやけど、でこの USB の先にこれ刺してに、ここにコントローラーやろ。対応書いてんのか、なんか見えへんわ、ちっちゃって見えへんわこれ。まあこういうことやね、ここに絵書いてるけど、このプレステ3とか4のコントローラーと、このファイティングスティックを刺して、こっちにこれやね、ネオジオミニ。まあ X インプットにもできるけど、まあパソコンには直接つないでもいけるからね。プレステ3のコントローラーもさ、あのミニ USB でパソコンにつないで、なんかあの非公式のドライバー入れたらさ、パソコンで使えんのよこれ。3もな、まあ4はもともといけるやろうけど、こんなん5000なんぼとかさ、こんなんなんぼでもあるから、まああんまりあれやで、高いの買うたらあかんわ。もう物けえへんか、けえへん場合でもまあええやとな、いうような感じやから。なんかゲームのさ、なんやろ、ゲームパッド、なんやろ、ゲームパッドでさ検索したときに、まあいっぱいこんなゲームパッド出てくるんやけど、コントローラーな、でこのさプレステ3用のコントローラーもあんねん。こんな日本のアマゾンでも売ってるやん、これプレステ3のコントローラー。あの純正高いやん、5000円ぐらいするんちゃうの、もうプレステ3のコントローラー。だからさ、このプレステ3のコントローラーのパチモンが売ってんねん、こうやって。だからよーく見るとちょっとちゃうやろこれ、形一緒やねんけど、ほら真ん中これ P3 とかさ、ここのほら上にここソニーって書いてないしさ、ここのボタンもなんかちょっとちゃうやん、三角四角丸バツあるけどちょっと変えてあるやろ。こういうのがねあんねん、これ1000円ぐらいで売ってるよこれ。900、まあ色によってちゃうけど、916円、黒、青やったら931円とかさ、赤安いは908円、銀か、銀992円。これ何、金995円。白は、白が安いんか。こんなん売ってんのよ。で、日本のアマゾンでもあるけど、もうちょっと高いんちゃう？日本のアマゾンなんぼ？ 1200円とかそんなもんか？ 1500 円ぐらいするか？こういうやつな。意外とね、これが使えたりするんだよ。これ。これパチモンな。純正が高いからな。でここのさ、こうスティックのこのプラスチックあるやん、これこれ、ここの上にかぶせるなんかキャップみたいなやつとかも売ってんのよ、それだけ。だからこれコントローラー、まあ、純正でもいいけど分解して、このさスティック引っ張ったら抜けんねん、
分解せなあかんで、このまま引っ張っても抜けへんけど、こうバラしてここ引っ張ったら抜けんのよ。で、その部分だけ売ってるから、パチモンが。な、キャップとか、この黒いやつだけとか、あんのよ、それ。そんな、何十円とかで買えるよ、それ。で、何？特にさ、FPS とかやってたら、この、スティックのさ、この何？軸の部分が削れてくんねん。このプラスチックのこの外周と擦れて、ここが。削れて溝ができるんやけど、もうそうなったらもうこれごとさ、これごとっていうか、ここのパーツだけ交換できんのよ。そんなんも売ってるから、もう何でもありだよ、これ。こんな見て、ほら、これスーファミ風の USB コントローラー。こうパソコンでゲームやるときさ、見てこれ、318円で送料無料やで、これ。安いやん、これ。これ系は安いで。これな、スーファミっぽい USB コントローラー。これ300円とかやもんね。他にもなんかこういうケーブル付きのやつもあるよ、これ。これ575円やけど。プレステ2、3っぽいUSB コントローラーとかさ。あとこれな。俺もレビュー出したと思うけど。これちゃうな。この荒野行動のやつとかさ。こういうやつかな。チャカボタンとか。これこれこれ。こういうやつ。これな。まあ、これちょっと高いけど。ほら、こんなんもあんねんね、これ。これ何これ。ゲームキューブ用のコントローラーやんね。で、これ多分ね、値段順で並び替えたら出てくると思うねん。これ値段順。ベストマッチをさ、価格の安い順にするやろ。な、これほら、メガドライブのコントローラーとかさ、こんな233円送料無料やで。これ。メガドライブ用コントローラーとか。キャップだけ売ってんのよ。どういう検索したらいいか。プレイステーション PS3 で検索が出るかな。で、安い順にしたらさ、多分出ると思うよ。あ、こういうやつ、こういうやつ、これこれ。これキャップな。これ510円って高いけど、もっと探したら安いの何本でもあるから、これ。もう50円とか、送料入れて50円とか。これな。こういうやつをさ、最初につけといたら、上のところがツルツルなれへんね。これな。で、他にも、これあれや、コントローラーのシリコンケースやな、これ。これ274円や。まあ、これはいらんかな。これはちょっとなんか逆に持ちにくそうになりそうな気がするけど。他もなんかいっぱい出てくんちゃうこれ。あ、こういうやつな。これこれ、キャップ。アマゾンとかで買うより、これちょっとここ出てんの高いけど、探したら絶対あるから、もっと安いのあるよ、これ。PS3 で書けたらあかんのか。プレイステーション3で書けたらどうする？どうなる？安い順したらどうなるか、これ。安い順。まあ、あんまり変わらんか。探せばある。間違いなくある、これ。ほら、このパチモンのコントローラーな。これなんかちょっとちゃうやん。プレステ3っぽいけど。なんかこの子、これなんで円なの？円、ユーロ、ポンドとかちゃうの？ドル。いや、意味分かれへんわ。どういうお前ボタンだ、それ。なんでお前通貨になってんだよ、それ。こんなお前ガチガチやったらな、これ。安いやろ、これ。うわ、なんかエグいわ。これもそうやもんな。プレステ3にそっくりやもんね、これ。まあ、プレステ3のコントローラー自体があんまり物が良くないから、まあ、それの形状を真似られても困るんやけど、こんなん Xbox やろ、これ。360やん、これ。あ、しかもワイヤレスでいけるんやね。こっちパソコン挿すんやろな。こんなんとかさ。あと、これスマホが乗るようなやつ、これ。
ここにスマホの台がついてて直接挟んで、でここでゲームするみたいな、まあ、レースゲームとかこんなんええと思うけどね。これな、 Bluetooth でつながってんのよ。こういうやつな、これこれ、ここにつけられてこうなるんやけど、こんなんま2700円で送料無料やで。いっぱいあるやろ、もう販売会社がいっぱいあるから、それぞれ値段がちゃうし、送料無料とか。あー、来た来た来た、これこれ、ほら PS3 のこれこれ、あの何スティックだけ、これ、あ、これ送料高いけど安いっていうか0円のも絶対あるから、これ29円やもん。これまあ右と左やから2個で、これロットやから、2部分ロットやから2個セットや、2個セットで29円。これな、赤とか青とか、ほら、いろいろあんねん。で、Xbox 360用もあれば、PlayStation 3用もあったりとか、これな。この上がさ、ツルツルなるやん。何もカバーしてなかったら。だから最初にカバーを、先みたいなカバーしといたらいいんやけど、せえへんでツルツルなってもうたら、とかさ、この軸が擦れたら、もうこういうのにさ、交換すんねん。分解してな。スポット抜けるから。他も見て、これ、ゴムボタンだけ。もうこれがな、中国のパワーやって、送料124円。見て、これわかるやろ？コントローラーのお前、中分解した時のこのゴムのパッドやで、これ。Xbox 360用。34円や、これ。送料124円。これ。これ何？ PS4。これ。ゴム傷んだ時、これ変えたらいいやん。34円。これゲームボーイかな。これは PS3。これな。この緑色のやつ、この LR やね。これ L2、R2。これ。L1、R1。L2、R2。これ。な。俺何回も分解してるから。ここに手前にあるのが、これスタートボタン、セレクトボタン。そのあたりな。あと PS ボタンってあるやん。これな。に十字ボタンと、あと、何、三角とかそういうやつ。34円やで。79円。NGC。他は34円。Xbox One とかもさ。コントローラーのメンテナンスでええで、これ。ゲームボーイアドバンス。ゴムだけ。これ PS2 や。これな。これホームボタンここないから。PS ボタンないやろ、プレステ2。New 3DS。これ任天堂のゲーム機か。この45円とかさ。もう部品レベルで売ってるから。他にもな、めっちゃあんねん。プレステ2のピックアップだけとか。で、これな、プレステ2分解したことある人わかると思うけど、これこれ。ピックアップと本体をつなぐフラットケーブル。これだけで売ってんねん。これちょっと形状注意せなあかんけど。これな。7000と9000違うから。L 字型とかさ。L 字型が7000やったかな。これで要は CD 吸って傷つけてさ。まあ、あれ完全に欠陥品やけど。本体がな。その後これ丸めたんかな。なんかそんな気がするけど、こういうフラットケーブルだけとかさ、これ51円でこんなんお前60円とかやから、これ100円ちょっとで買えるよ。ジャンクから取ったりせんでもいいけどさ、これこれほら、こういうやつな。これは、送料123円か。探せば無料あるから。32円とか、これ。色によって違うけど、こんなお前なんぼでも売ってるで。部品だけ。に、これ見て。ほら。このコントローラーのジョイスティック部分だけやで。このアナログスティック。ここだけの、押し込めるやつあるやん。押し込みのこのタルスイッチがこう横にあるんやけど。これな。このぐぬぐぬってやるやつや。これ送料72円やで、これ。まあ、自分でハンダ付けせなあかんからめんどくさいけどな。こんな部品だけとか、なあ。これ、壊れる人おるやろ、これ。自分で直したれや、それ。
な、で、このフィルム基盤、これ。プレステ3からフィルム基盤になったやろ。プレステ2はちゃうけど、ゴムとかさ。えぐいやろ、これ。いっぱい出てきたで、これ。これ送料120円やな。これは何？プレステ3か。色がちゃうんやな、これ。こう順番に A、B、C とかあるけど、これな。もともとあれ黒しかないんちゃうの。こんな緑とかお前、これ青とか、こんなピンクとかあるよ、これ。えぐいな。で、こういうキャップな。キャップ。これな。あの、検索するときにさ、送料無料って選べんねん。ここ。フリーシッピングって言うんやけど。まあ、そういうのでやると送料無料だから。ほら、これ見てみ。これ。プレステ4、PS3、Xbox のこの、指に乗せるやつな。これ1個かな？何個単位やろ？こんなも安いわ。これ28円やで、これ。なあ、こんなお前めちゃくちゃ安いな、これ。ここにもあるね。こういうやつな、41円とか。まあ、形状がさ、こう何、同心円になってるやつもあれば、この粒が出てるようなやつとか。いろいろあるんやけど、これ何本でもあるからな。まあちょっとまた見たって、この辺り日本のアマゾンより面白いで、これ見てるだけで。買うかどうかはそれ知らんけどな、これ。まああんまり高いやつはやめといた方がええと思うよ、これ。壊れてるとかなんかそういう時ちょっとめんどくさいからな。